こんにちは。じゃあ、リオンタケシです。はい。今日はライジン35になるのかな。5です。はい。やりましょう。浜崎選手対伊沢選手。はい。の、浜崎選手の、リベンジマッチになるのかな。そうですね。前回伊沢選手はすごい強さを発揮したよね。グラッピングでね、大金星。伊沢選手は知ってた？なんとなく知ってましたけど、名前ぐらいは、名前ぐらいは、うん、でも、そういう感じだろう、ね、あそこまで強い、うん、そういう意見なんだろうね。思わなかったですね。ディープ獣ですよね、チャンピオンで無敗なのかな。なんかレスリングと柔道やってて、はい、MMA はまだそんなにキャリア短いってね聞くけど、で もう練習したことあるメンバーが聞くにはもうめちゃくちゃ強いってね、あ本当に強いんだよね、もうグラッピングのテクニック。浜崎選手は、本当典型的にこう上攻めっていうか腰強くて柔道ベースでテイクダウンして上からこうガツガツ殴ってパスしてで決めるってね、はい、いわゆるこう柔道が強かった人の MMA というか、まあ、ジャブもすごい上手いけどね、はい、でそこに対して伊沢選手が下が上手かったから、うん、ガードワークが、ね、めちゃくちゃ上手くて1ラウンド蹴り上げとかもされたりして、はい、こう上から浜崎さんがもう攻めあぐねるというか、うん、で下2ラウンドもね、三角取られちゃったりして、はい、なんかあとなんか上手かったのがさ、やっぱ開始始まってすぐにこう打撃からすぐに伊沢さんがタックルってバック取ったんだけど、はい、その時も浜崎選手のあのスタンドのアームロック強烈じゃん、はい、あれを防ぐためにすっごい腕を中に入れてたりして、なんかすごいこう研究してたんだろうなって感じだよね。前回のその印象があるから浜崎選手は上取るのが結構嫌なんじゃないかなってイメージがね、上取るとまたあの下のガードワークが厄介だんだんあるから、じゃあ伊沢選手下になったらもう突き放しでスタンドにしようかなと思ってるんじゃないかなと思うけど、なるほど。逆に伊沢選手はもうね自信持って下になれるから、はい、選択肢が広いよね勝負の、うん、で浜崎選手が上取ってもこうなんか攻めづらいなって思うからやっぱ選択肢が少し狭くなっちゃうね。だけグラウンド強いとな、やだろうな。なんかね前回の試合の前に、まあ、ちょっと情報は入ってきて、はい、浜崎選手が、まあ、試合前に結構腰痛めてて、腰痛であんまり練習できなかった。ああそうだったんですね、うん、話も聞いてたから、それもあってねちょっと組に元気がなかったのかもしれないし、うん、まあ伊沢選手がまあ強いっていうのもあるし、はい、まあスタイル的に考えると伊沢選手が有利かなって感じかな。なるほど。うん、打撃戦はね浜崎選手分があると思うけど、なんかうまく組むのパンチチャラ組むのがうまいって感じかな伊沢選手が。でも組まれてグラウンドになって決着はどんな感じになりますか。これはやっぱ対策は出るから、はい、前回のある対策は練ってるから、はい、そうそう前回みたいにならないと思うね浜崎選手も、はい、分からんなあのさ俺歯医者行ってさ、はい、あのマウスピースを作ってもらってるんだけど、はい、その歯医者さんがさあの浜崎選手と一緒なんだよ。ああそうなんですこの前も言ったらさマウスピース作ってもらったんだけど、はい、先生がさこの前浜崎さん来られてリオンさん来てますかっておっしゃってましたよ、まあそういうのもあるからそういうのもあるからって言っちゃうけどあとはベテランだし同じでやっぱちょっと浜崎選手に勝ってほしいなってのあるね。なるほど。まだベテランもまだまだいけるぞ。うんそう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 、はいはい、強いとかちょっと見てて伊沢選手だからまだまだもういっぱいチャンスあるからさ
確かに、うん、ちょっとてんなんか展開的には伊沢選手が有利な局面が多いけど、はい、ちょっと応援は浜崎選手って感じ。わかりました。じゃあ斉藤選手対牛久選手、はい、うん、これもリベンジマッチだですね。前回はあの飛び膝蹴りでね、斉藤選手がカットされてて、はい、前回は結構展開的にはあのカットまでは結構斉藤選手がうまく試合を支配してたかなと思うけど、はい、斉藤選手が結構こう前後のステップ遠くから入って、で牛久選手がちょっとこう待ちになってたというか、カウンター狙いですね。うーん、なのか、うーん、ステップワークがねやっぱ斉藤選手うまいから、で牛久選手のがちょっとこう足のスピードが多分斉藤選手が速いかな、出入りが速い、はい、その差でなんかだん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 ね、こう少し、まあ、やりたい試合は斉藤選手がやってたんじゃないかなって感じだけど、はい、で牛久選手、まあ、あの練習したことあって何回か、はい、純太郎君と、まあ、純太郎君って言うんだけどさ、はい、まあ、めちゃくちゃいい人なのよ、はい、めちゃくちゃ好青年でさ、スポーツマンでさ、礼儀正しくて、はい、りょうさんお願いしますみたいな、で練習した時の印象がパンチもキックもめちゃくちゃ痛い、痛いなんかね骨が硬いのかな、痛いなと思って、力が強いとかじゃなくて力も強いし、はいはいはい、すごいこうパンチが効くとかあるじゃん、はい、純太郎くんの場合痛かった、なんか空手家がなんかなんか拳鍛えるみたいなね、そうそういう痛さ、うん、パンチもキックも痛くてさ、痛いなって印象、あ、うん、で四つの攻防はね、あの斉藤選手も強いけど、はい、あの純太郎くんも強いからそんなに差はないんじゃないかな、あ前回もねあまり差はなかったと思うけど、はい、でスタンドがその、ね、やっぱ出入り早い斉藤選手がちょっと有利だよね、ちょっとこう純太郎くんがこう ベタ足じゃないけどちょっとこうちょっと待つタイプだから、はい、先に当てられちゃって後追いになっちゃうというか、だけど一発のあの飛び膝でね前回、はい、あれも多分ねあの骨が硬いから、あだからカットできたカットしたんじゃないか分かったけど攻撃のね一発のなんか威力がちょっと、ね、やっぱ効くよね、痛い効くよね、だからちょっとこう手数の斉藤選手かこう一発ゴンってこう純太郎くんかって感じなのかな、斉藤選手が今2連敗なのかな、そうですね一応ね、はい、2連敗、連敗すると結構嫌なもんだからね、次の試合結構いろいろ抱え込んじゃったりするから、はい、気負っちゃったりする、うん、だけどなんか斉藤選手は結構メンタル強そうだから、はい、あんまり関係ないかなそこは、なんかそれはそれでバシッと試合って感じだな、うん、どっちかというとなんか試合しすぎかなと思うけど斉藤選手が、10月にカットしてさ、はい、10月後半、はい、で結構頑張って大晦日仕上げて、はい、で結構ねダメージもあったと思うんだけどダウンしましたし、はい、それでまた4月だからね本当休む間もなく、確かに調整大丈夫なのかな、1ヶ月くらいはまともなハードな練習は多分できなかったと思うから、はい、それからだからね体重もやっぱり1回そうすると休むから増えちゃったりするし、大丈夫なのかなっていうのがあるけど、試合をどっちかが作りやすいっていうのはやっぱ出入りが早い斉藤選手かなと思う、はい、でもお互いなんか似てるっていうか、うん、なんか総合力っていうか、そうだよね、全てのラウンドでちょっと支配して、うん、判定みたいなイメージあるんですけど、うんうん、仕留めるとか仕留めてね、はい、基本的にはこうちゃんと判定勝ちできる作るというか、はい、うん、本当にこうオールラウンダーでね、本当なんか現代 MMA って感じでレベルが高いと思う、はい、じゃあ最後が、ホベルト・サトシ・ソウザとジョニー・ケース、はい、これもリベンジマッチですね、ですねすごいね今回リベンジマッチのタイトルマッチだから、確かに3つもね、はい、前回はあのサトシ選手がタックルいったところにこう右のなんかアッパーみたいなね、
はい、が目に入ったのかなあれ。それでこう、あ、そうですね、ね、なんか自分で写真上げてました。あ、そうなんだ、はい、聞いたというか、なんか多分眼科でやるかやったのかな、結構あまりの痛さにこう、もう痛いね、多分。そうですね、怪我って感じですね。うん、そうそうそう、リアだな目だからな。うんと、ジョニー・ケース選手は、あの、ほんとジャブが上手くて、はい、ステップ、もう遠くのジャブ出て、で、ローキって、結構綺麗なスタイルで、うん、で、結構パンチも強いし、はい、サトシ選手が前回は、まだちょっと MMA のキャリアが少ない時だったよね。そうですね、その時は、なんか、サトシ選手自身で、インタビュー答えてたんですけど、打撃の練習全然やってなかった。結構でもパンチはその時からあったけどね、やってないなりにパワーがあったんだ。やっぱフィジカルが強いぶん殴りパワー、はい、ぶん殴りが組強い人ってさ、あ、前腕が太いから、はい、結構パンチは強いんだよね、上手い下手はともかく。やっぱ前腕筋ってパンチ力、ここ太いってやっぱりさ、握る力だから。あ、柔道家が上手くないけど、なんかもともとパンチは強いみたいな。なるほど、うん、だから多分力すごいんだろうね、パンチ力がすごい、はい、前回はなんかさ、タックル入って組めないから、ジョニー・ケース選手が遠いから、はい、組めないから、で、打撃もね、なかなか入りづらいから、タックル入って引き込みながらもうプラットとか行って、まあまあいい感じで形に一緒になったりもしたけど、組みづらいだろうね。そうですね、サトシ選手とあのムサイフ選手が試合した時、はい、お互いめちゃくちゃね強くてさ、はい、ね、サトシ選手がすごい動きで決めてたけどアクロバティックに、はい、あれなんかすごいな、なんか徳留選手決めた時もさ、もう神業みたいな三角決めてたけど、キャリアも積んだし、佐藤選手は決めるんじゃないかなって。確かに今の佐藤選手強いじゃん、異常に強いです、異常に強いじゃん。ジョニー系選手を決めるのも大変だと思うけど、はい、決めちゃうんじゃないかなっていう思わせるけど。確かに普通にアウトボクシングされて入れないのか、でもちょっとここはね、ちょっとわからないんだけど、はい、佐藤選手はあの異常なテクニックとフィジカルの強さをちょっと考慮していたいけど、はい、決めるんじゃないかみたいな。お、決めるとここは何で決めるんですか。あなんか自ら組んで、はい、テイクダウンはなかなか取れないから引き込んで、はい、腕一本巻いて引き込んでとかさ、はいはいはい、カン抜きにして引っ込んでとか、はい、逃げれない状態にして三角、三角決められるのすごいですよね、うん、分かってても、うん、入っちゃうっていう、おっとおっと、まあ必殺技だよね、はい、三角ってさ、下手したらジム入って一番最初に習う技だからね。確かにそうですね、それがめちゃくちゃすごいって、もうね、本当練習の賜物というか、はい、まあ本人のセンスもあるんだろうね、はい、嗅覚というかね、まあ、どこかな、ちょっとまあ全部もうこれいつも言ってるけど、蓋を開けてみないと分かんないからね、はい、まあ本当に3試合ともさ、全員強い人たちの試合だから、どっちかってもみんなすごい、うん、間違いない、はい、じゃあこのとこ大丈夫ですか。はい、じゃあ今日この辺で終わります。ありがとうございました。